突然ですが、ご自身のコンピューターや会社の共有サーバーなど、ストレージの容量不足でお困りではございませんか？そこには様々な要因が考えられ、調査など余計なタスクや費用が発生してしまいます。そこでまずは効率的なストレージ分析から始めてみてはいかがでしょうか。こんにちは、ジャムソフトウェアの西村です。今回は私たちのディスクスペースマネージャー、ツリーサイズをご紹介いたします。まずはじめにツリーサイズを起動し、対象のドライブをスキャンしてみましょう。スキャン後は直ちに各フォルダの容量や配下のファイル数などの基本情報に加え、そのドライブの占有率を視覚的にご確認いただけます。グラフタブをご選択いただくと、そのドライブの使用状況をさまざまな方法でグラフィカルに分析することができます。グラフのデータやドライブ使用状況のレポートは、Excel ファイルや PDF ファイルなど、さまざまな形式でエクスポートをすることが可能です。また、エクスポート項目の内容につきましては、各形式それぞれ自由に設定することができます。皆様のニーズに合わせてカスタマイズをしてみてください。それでは実際にレポートを作成してみました。このように簡単に作成することができます。その他にもファイル種別での分析やユーザーごとでのドライブ使用状況の確認、ファイル未更新期間での分析や巨大すぎるデータのリストアップ、またストレージ使用状況の推移の確認などの便利な機能もタブを切り替えるだけでご利用いただけます。またある時点でスナップショットを作成しておけば、それを用いた比較分析も簡単に行うことができます。定期的に自動スナップショットを作成することなども可能ですので、ストレージ管理の手間を大幅に削減することができるでしょう。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはあくまでツリーサイズの活用方法の一例に過ぎません。他にもたくさんの便利な機能を備えております。30日間の無料トライアルもございますので、まずはそちらからお試しください。またご不明な点等ございましたら、ウェブサイトのヘルプメニュー内のお問い合わせからお問い合わせください。日本語でのお問い合わせにも対応しております。それではご視聴ありがとうございました。チュース。